皆さんこんにちは、森えりです。なんか喉鳴ったぞ今。はい、ちょっと照明焚いてないので暗くてごめんなさい。お久しぶりです。そうでもないか。ちょっとね、髪の毛ぐちゃぐちゃなので帽子かぶらせていただいてます。申し訳ないです。申し訳ないしか言ってねえな。今日は例のものの開封動画を撮りたいと思います。例のものめっちゃ溜まってるんですよ。まあ見てくれている方はわかると思うんですけども、例のものっていうのは私がやっているネットの UFO キャッチャーのやつなんですけれども、あと今回たくさん届いているので何個かに分けてやりたいと思います。なんかこれはね、何が届いたか自分でも分かんないんだけど、謎のプチプチに包まれてる、あ、パッキン、私はパッキンですよ。あの プチプチも言う、全然プチプチっても言うんですけど、パッキンって言わないのみんな。パッキン、なんかパッキンに対してね、すごくね、意外とのそのなんかいっぱいなんかあったんで、なになになに、怖い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 、なぜ包まれてるか分かんないですけど開きたいと思います。よいしょ。これ何なんだろうね、なんでそんなに包むあれがあったのかが分からないんですけど、あー、え、これそういうやつなの。私取ったけどさ、割れちまうやつなのかなって思って、あ、そういうやつなんだ、割れちまうやつなの。ん？でも全然普通のあれですよ。見えてるね。はい、明治メルティーキス。全然わからないんですけど、ここにいる人。メルティーキス、あなたの好きなガッキーだよ。でね、違うところがあるのよ。そう、違うところがちゃんとあるんですよ。これ違うところがあって、なんか観音開きみたいになるんですよね。バカ。おお！なんだこれ、かっけえ。雪のような口どけ、こだわり抜いた雪のような口どけは、あ、もう見るだけで吐いたい。直してから食べたいと思います。もうバレンタインなんでね。あ、普通のメルティーキスですね。パケ感が可愛いなって思って撮った記憶があります。はい、こちらでございます。プチプチいっぱい、パッキンいっぱいです。なぜ私がパッキンにそんなに高まってるのかっていうのは、また後日パッキン団として私なんか語りたいことがたくさんあるんですよ。パッキンについてはね、あるんですよ。パッキンを本当は集めて動画を撮りたかったんですけど、ちょっとね、パッキンめっちゃ使っちゃってこの間、なのでちょっと語れないものがあって、まあちょっといつか話したいと思います、パッキンについては。で、今回がこちら、炙りサーモン。なんかさ、サーモン感ないよね。あー、なんかイカ天みたいな匂い。わあ、あー、そういう感じだ。パリってすんのかと思ったらへなってんだけど、どうですかね。食べてみますね。あ、しなってる。あ、そういう感じ。好き。本当にサーモンの味しないんだけど。じゃん。わあ、懐かしい。かわいい。なんかこんな感じ。懐かしい。あのさ、昔私の時代って言ったらおかしいですけど、4列だった気がするんだよね。この横が。何列だった？食ったことないそれ。うーわ、マジそこ。いや、これ今12粒なんですよね。うちん時もっとあったんですよ。なこの列、どっちかの列がなんかすごい多くて、その分入ってたの。やっぱね、時代は変わるのねっていうのがよくみんなと喋ってること。これ一番時代感じたもん。なんかすげえ少なくなってる感が半端なかった。はい、ということでいっぱいまだあるんですけれども、ちょっと長くなってしまうので分けたいと思います。今回はこの餅飴と炙りサーモン、炙りサーモンだっす。はい、こんな感じです。メルティーキス、まあ食べるもの尽くしでしたね今回はね。こうちゃん食べるみたいなので、まあ良きかなと。これも、はい、ということで盛り上がりでした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。最近なかなか更新できなくてごめんなさい。まあこれはですね、 UFO キャッチャー、ネットの UFO キャッチャーなんですけども、いっぱいまだあるので
ちょっとこの感じで続き撮りたいと思います。その前にちょっと撮りたい動画があるので、ぜひまた見てみてください。今日の動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。過去の動画はここら辺に出しておきます。ということで森有でした。バイバーイ。